人生には人それぞれ心に残る思い出の歌があります。歌は道連れでもあり、また明日の夢でもあります。歌とともに歩む人生はワンウェイ。心の置き場所を探し続けて、巡り合ったあの歌、この歌、いつもいつの日も私は歌うことが生きること。人生はワンウェイ、私が決めたこの道。人生はワンウェイ、明日へ続く。はい、皆さんこんにちは。朝夕まだまだ肌寒い毎日でございます。いかがお過ごしでしょうか。春の日差し、本当に嬉しい季節になってまいりました。ですけれど、世の中相変わらずコロナウイルスで不安な毎日続いております。どうか、引き続き皆様十分お気をつけいただきたいと思います。さあ、今日も民家用タイム元気にお送りいたします。現在明日花で頑張っております私、大道真子です。今日はちょっとアシスタントの方がお休みでございますので、私一人で進行をさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて、本日のゲストをここでご紹介いたします。本当にお久しぶりのご出演でございます。可愛い素敵なこの方です。あれはなかなか出てこないじゃん。出づらい？だいぶハードル高まったなと思いまして、はい、ご無沙汰しております岩波理恵です。はい、そうなんです。理恵ちゃん、ね、理恵ちゃんさ、はい、何年ぶりか覚えてないでしょ。どのぐらい経ちますかね。私ね、来る前に資料調べたの、はい、7年経ってますよ。おお、そんなにですか。うん、だから今の年齢引く7。おね、若かったでしょ。そうですね、私も若かったのよ。ね、はい、でもね、全然その月日を感じさせない。リエちゃん全然若いわ。いやいや、それはね、本当に本当若い。いや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 、もうなんかでもあっという間ですね。そう、7年も経ったように思えない。ね、でもデビューして何年？デビューしたのは2012年なので、うん、今年で8年目になりますね。あ、はい、でも、うん、私リエちゃんに石戸あるスタジオでお会いしたことあるのよね、はい、昔々、その昔、はいはいはい、それがまあ初めてリエちゃんにお会いした時、はい、あれデビューしてたのかな。あの時はどうだろう、してなかったかもね、かもしれないですね。徳間ジャパンからではなかったかもしれないですね。あ、そうでしょう、はい。デビュー前から私リエちゃんしてたんだ、あ、嬉しい、はい、そう、それとね、ちょっと聞きたかったのは、はい、ラジオ番組の長寿番組、はい、あ、はい、あの走れ歌謡曲のパーソナリティ以前やってたでしょ、はい、何年頃勤めてた。はい、私7年間水曜日を担当させていただきまして、うん、2003年から2010年の間の7年ですね、うんうん、なんかさ、はい、それやってる時に、はい、ハプニングとか、はい、すごくこうなんか苦労話とか、はい、楽しかったこと、うん、なんか強烈にこうインプットされてることってある？あー、もうたくさんありますけど、うん、やっぱりまだ新人だった頃に、うんうん、ゲストで五木ひろしさんがお越しいただきまして、あの五木先輩に向かって、うん、五木さん今度一緒にカラオケ行きましょうよって言ってしまったんですよ、うん、そしたら、うん、五木さんは笑ってくださったんですけど、うん、周りのスタッフの方がもう凍りついて、もう何を言い出したんだみたいな、そんな失礼なことを、何を言い出したんだみたいな、もう顔がもう真っ青になって、で終わった後にその
まあ、終わった後に、スタッフさんにもう首根っこも掴まれるぐらいの勢いでちょっと来いみたいな感じでもう大説教されて、本当まだその歌の世界とかよく、うん、もう歌の世界というかもう全てにおいてまだ若かったので、もう本当に未だにそれを忘れられなくて、でも私もね、なんかね、昔でもないな、木下龍太郎先生って作詞の先生がいて、はいはい、一緒に飲みに行く機会があったわけ、はい、でそんなに私アルコール飲んでる記憶なかったんだけど、はい、車の中でおいこれキーボーって言っちゃった木下先生捕まれて、すごい徳間さんから怒られました。これも以前ほら徳間ジャパンだったからね、いろいろありますよ。いいんですよそれはそれで、ね、それで、はい、でも夜中の番組だったから眠いっていうのがそうです、ね、なかった？ ありました。最初の頃はやっぱり慣れなくて、うん、朝3時から5時の生放送なので、うん、だいたい入り時間は前の日の10時とか11時なんですよ、うんうん、でそれからいろんな収録ものはして、うん、それで、準備、いろいろ原稿の準備などをして、うん、でそうこうしている間に、うん、まあ、3時になるんですけど、だからこう拘束時間としては結構長いんですよね。で3時から5時生放送一気にやって、はい、それで終わってから家に帰って6時ぐらいにやっと、はい、寝られるかなっていう。最初の頃は生活リズムは多少乱れたんですけど、そうこうしてるやっぱ慣れましたね。素晴らしいね。いやいや私じゃ伝まらないわね、眠く、もうダメ、とにかく眠いのはダメ。あ、眠いですよね、うん、でもそんな番組もね、はい、歴史に幕を下ろすことになった、はい、本当になんか寂しい。いやもう本当本当に寂しいです、ね、もうやっぱりこれだけ長く続いている長寿番組って他にないですし、ラジオ界の中でやっぱり宝だと思っていて、本当よね、伝説になると思うんですけど、ありますよ。なんか寂しいですけど、寂しい寂しい、まあ、でもその中の一つの歴史に自分の名前を本当よ、ね、はい、刻ませていただいたのは、うん、すごくこれからの糧にもなりますね。そういい勉強したわね。いや本当にもうこの走れ歌謡曲があったからこそ今の私がいると思っていますし、うん、ね、ラジオの魅力も知りました。ああやっぱね、うん、何でも経験に勝ることないから、うん、はい、ね、それで全日空の国内線、はい、私ね、客室乗務員って何なんだろうと思っちゃったの、はい、もう今必要ですって言わないのね。そうなんですよ、知らなかった。ああそうですか、うん、これ男女均等雇用法が出た時に確か名前変わったと思いますね。もう結構足すの？なんかその客室乗務員、そうですね、スチュワーデスって言い方から、うん、客室乗務員、キャビンアテンダント、CA っていう風に、わからないわそれ。あ、そうなんだ。やっぱなんかでも月日が出すとこんなに変わっちゃうのね。いまだに私だからスチュワーデスばっかり思ってた。そうですよね、イメージそうですよね、うん、またこれは私が勉強になりました。それとね、リエちゃんね、はい、シンガーソングドライ、なんだっけ、シンガーソングライバー、はい、これ何？これはですね、うん、まあ、コロナ禍において、うん、こうステイホームの期間が長いじゃないですか、うん、それでこれは昨年の春から自粛期間に何かできないかなと思って、今イベントごとだとか全てキャンペーンもそうだし、全てこう軒並み中止になっている状況で、はいはい、何か私のことを知ってもらえるツールを探そうと思って、うんうん、ポコチャというアプリを使いまして、お、はい、ポコチャ、ポコチャっていう、かわいい、そうなんですよ、うん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 、でそのアプリを使っていただくと、うん、生で私の、まあ、歌とか、うん、あとはトークが生配信で、うん、どなたでも無料で見られるという、へー、はい、それでカラオケ機能がついているので、うん、そのポコチャの中にあるカラオケだったら、うん、もうそういう権利問題もクリアしているので、うん、それでもう全部リクエストを、はい、いただいたものを歌うって感じでお届けしてます。なのでそれでファンの方がシンガーソングライバーっていう風に名付けてくださったんです、うん、あ、そういう意味なの、はい、ライバーっていう、はい、ライブ配信の方のことをライバーと言いますので、へー、はい、これも勉強になりました。ああそっかそっか、はい、まあ、いろいろ難しいな。でもでも85歳ぐらいのお客様がですね、うん、もう私の歌を聴きたいというあまりにスマートフォンを勉強して、うん、それでもうチャットで会話ができるようになるので、うん、それも、はい、すごくもう年配の方なのに
使いこなせるように、はい、なってくださって、これ若い人についてくの大変だわよ、私たちおばちゃんは。いやそんなことないです、そんなことないですよ。うーん、はい、わかりました。キャンペーン、キャンペーン、 あのですね、うん、そうキャンペーンは、うん、あのこの今のポコチャ、ポコチャを使って、うん、例えばですけど、まあ、都内にある、ええ、まあ、レコード店さんにお邪魔して、ええ、でそこからポコチャ配信をするんですよ、なので見てるお客様は、うん、その場にいらっしゃらなくても、うん、あのお店の雰囲気は絵で伝わって、あ、すごいすごい、あのキャンペーンに来ているつもりになっていただいて、で私が、うん、あのそのキャンペーンでやってるような、うん、まあ、曲目をまあ歌ったりして、うん、お客様ともちょっと会話をして、うん、っていうことをやってます。へー、はい、そんなことできちゃうんだ。そうですね、今あの入場制限なかなかね厳しいので、あまりこう密にならないようなやり方で考えて、はい、の配信とプラスで 外でお客様は待っててくださって、それを お店のすぐそばにいるのに配信をスマホを見ながら、私のキャンペーンの模様を見ながら、もうすぐそばにいるんですけどね。へー、はい、面白い面白い。そうですね、そうなんだ、一回見てみたいな、はい、リエちゃんの。ああ、ぜひぜひ、ね、はい、はい、それではリエちゃん、はい、そろそろ新曲の方を、ね、皆様にお届けしたいと思いますけれど、はい、まずはリエちゃんからご紹介の方、ね、お願いいたします、はい、おかげさまでたくさんの方にご好評いただいておりまして、はい、発売して初登場、オリコン4位それから3位という銅メダルをいただきました、はい、とても切なくて、はい、綺麗なバラードに仕上がっております、はい、それでは聞いてください。岩波理恵の新曲です、うさぎ。
はい、岩波理恵さんの新曲でうさぎ聴いていただきました。アレンジがすごくいいのね、はい、ありがとうございます。ピアノから入るのね、はい、そうなんです素敵だよね。なんかもう音楽聴いてるだけで切ないって感じ。もう今回はこのご時世なので、うん、自分自身でも、うん、もしかしたらこれが最後かもしれないという思いがありまして、それでメーカーの方や事務所の方に、うん、まあ、ちょっと思い切って自分の要望を伝えて、今回は切ないバラード調に挑戦してみたいってことを頼んだんです、うん、なので作家の先生にもそういうイメージで作っていただきまして、うん、こう、まあ、歌手の皆さん大抵は作家先生が作ったものを、うん、まあ、歌うっていう形が多いと思うんですけども、うんうん、今回はコンペ形式でいくつか出していただいて、その中から私がこの曲を選ばせていただきました。本当にリエちゃん好きだ ね、大好き大好きなんです。 でもなんか詩を見てるとすごい切ないじゃない。そうなんですよね、別れたなんかこう好きな人との別れ歌、はい、そうです。好きな方とお別れするときに、うん、本当は泣いて引き止めたいんですけど、うん、嫌われたくなくて、うん、もう最後までやっぱりこうかっこいい自分を見せたいという、女の強がりが、なのでそこはぐっとこらえてお見送りをするんですけど、家に帰って一人になった時はやっぱりこらえていた涙を流して、うん、やがて丸まって眠ってしまうっていう、そのまさに寂しがり屋な、うさぎってこう寂しいとなんかね、かわいそうだって言うじゃないですか、なんかそういう、まあ、女性ですかね。だからある意味女性の本音というか、もう多分皆さん本当は引き止めたい、泣いてもお願いだから別れないでって言いたい、なるほど、はい、切ない心情ですねこれね。そうですね、これをりえちゃんカラオケの方たちに歌っていただくのに、はいはい、なんかこう歌唱法っていうかどんな風がいいでしょうかね、はい、そうですね、こちらは最初の A メロの部分は、はい、語りでもう本当に優しく言葉を、はい、もう置いて語っていくようにしてください、はい、でそれから、うん、サビの部分に向かうと、うさぎは赤い目をして笑うのと、赤いという言葉が3つ同じ言葉が出てくるんです ね、はい、なので、うん、ここは一つずつ、だんだん気持ちを込めて、うん、こう大きく、うん、感情的に歌っていただくと、全体的にすごくこうグッとくる1,2,3 の歌い方 ね、はい、なるほどなるほど、わ、はい、かりました。でも可愛いじゃん、なんかね、うさぎは赤い目をしてね笑う、へえ、はい、素敵素敵、そっかそっか、わかりました、はい、でカップリングもちょっと私ねちょっと YouTube の方で聞いた、雨のメロンコリ、これも素敵じゃない。そうなんですよ、これ、ね、これと実は本当にどちらを A 面にするかをもうギリギリまで悩んで、で皆さんは雨のメランコリーで行こうっていう風な形だったんですけど、もうさっきのお話の通り私がどうしても今回はウサギで行きたいっていう風に、でもひっくり返ったんですよ、なので、まあ、本当にそういう意味で、どちらもエレメントというか、どちらも、もう皆様に親しんでいただけるような作曲、作品になったと思います。わかりました、はい、ちょっと3曲入ってんのね、これ。あ、そうなんですよ、今回すごいじゃない、贅沢だよねこれね、夢花火。こちらはですね、若手の作家先生に作っていただいて、ちょっとこう和風ロックのような、あ、かっこいい、そうですね、で、まあ、コロナが明けてみんなで一緒に、ね、お酒飲みながら歌っていただけるようになりましたら、こちらの曲はとても盛り上がる、掛け合いなんかも出てくるので、ぜひ楽しんでもらえたらと思っています。はい、わかりました、はい、もう本当、うわ、いいじゃない、3曲も入ってたら。そうなんですよ、どうしちゃうって感じよね、はい、まあそんなわけで、今ね、うさぎのポイントをね、りえちゃんつけていただきましたので、はい、ぜひ皆様、レパートリーの1曲に加えて、ね、覚えて歌っていただけたらと思います、はい、だんだんね、こう少しずつ春らしくなってきたじゃない、はい、今日のお装いもすごい素敵、はい、ありがとうございます。りえちゃん身長結構あるでしょ。私163センチぐらいですかね。ちょっとヒールは、あ、ヒールは今日は履いてるのでちょっと高くなってます。底上げされてます。でもその、まあ、どうしてもスチュワーデスって言っちゃうんだけどさ、はい、あれって身長制限ってあるでしょ。私がと
そうですね、採用試験の時はありましたね、うん、160センチ以上っていう。あ、そんなもんだったの？あったと思います。はい、あ、そう。今はどうかわからないですけど、うん、はい、語学力とかあるんでしょ、やっぱり。あのテストが、筆記試験もありまして、私も本当にできなかったんですよ、うん、もう なのでもう本当に面接ですごい頑張りました。筆記試験ができなかったので。じゃあ横文字もペラペラのできなかったので国内線でした。うそ、だって国内線だってね、はい、向こうの方な、まあそうですね、うん、だから私以外の CA さんはみんな英語流暢だと思います。そう、はい、あれはどのくらいやってたの？でも3年弱ですかね。あ、そう、はい、でもいろいろご苦労もあるでしょ、ああいうお仕事って。あ、まあ、体力勝負というのはありますけど、うん、でもやっぱりサービス業、プロのサービス業の勉強をさせてもらったので、うん、この今の芸能界もある意味つながってる部分があると思って、うん、すごく役立って出てるような気がします、うん、そうね、何でもそうよね、はい、マイナスになることないない、はい、それで、ゲストコーナー、そろそろお別れの時間近づいてきましたけど、はい、何かお知らせ等ございますでしょうか？はい、あ、そうですね、あの、はい、私はアメブロでブログを毎日更新していますので、うん、はい、ぜひそちらの方で、はい、いろいろ日々の、うん、ま、日記だとか、はい、スケジュールなどをチェックしていただければと思います。はい、わかりました。また7年と言わず、もっと身近に来て遊びに。あ、ぜひとも、ね、ありがとうございますので、はい、本当に今日はご出演いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はあ、本日は岩波理恵さんをお迎えして、新曲うさぎご紹介いたしました。続きましては橋本明弘の部屋のお時間です。皆様にもすっかりおなじみでございますこのコーナー、シンガーソングライター橋本明弘さん、はい、今日もよろしくお願いいたします。リスナーの皆様こんにちは。私の新曲心の絆で始まったこのコーナーのパーソナリティを務めるシンガーソングライターの橋本明弘です。3月になりましたが、春なお浅く、朝夕はまだまだ冷えますね。皆様お元気ですか？さて、今回のテーマ曲は山口香織さんのガラスのバラをレッスンします。ミディアムテンポの曲です。いつものようにリズム、発音、音程に注意しながら丁寧に歌います。歌い出しの恋は赤いはゆっくり入り、イにアクセント、ガラスのバラは濁音に注意しレガートで、儚くはカにアクセント、クは軽く2拍伸ばします。砕け散って手は跳ねやすいので抑え気味に、消えた愛はエにアクセント、探すけれどもはさは押さえ、がにアクセント、ドは押さえ2拍伸ばします。こぼれ落ちる涙もないは語りかけるように、雨よははっきり、あと目にアクセント、よは前にいが隠れていていいよと発音します。どうかから6小節は祈る気持ちで感情を表現します。低い雲よからは情景描写はあまり感情を入れず丁寧に、あの月夜の203連は真ん中の木にアクセントがきます。どうぞ隠してよの要はビブラートをかけ、クレッシェンド、ディクレッシェンドで7拍から8拍伸ばします。では次回のレッスンをお楽しみに。さて、今月の曲は新曲のカップリング曲ぬくもりをお送りします。ぬくもり、私の大好きな言葉です。人間関係の中でとても大切なことだと思います。では聞いてください。私にくれました、とてもシャイな
それとも優しさ、信じることは愛すること教えてくれた優しいあなた、私は膝を抱いて一人そっとあなたの帰りを待ってます。さて、コロナ感染の収束が未だつかないため、橋本明弘のライブ活動を自粛します。また再開時には事前にお知らせしますので、よろしくお願いいたします。最後に群内ラビューをお送りします。私のライブのラストソングにしている曲です。ロマンティックスローバラードで、とても心癒される曲だと思います。聴きながらお別れです。それでは、See you next time. See you next time.はい、橋本さんのコーナーお楽しみいただけましたでしょうか。リエちゃんがまだスタジオ内、はい、ね、残ってらっしゃいますので、はい、ちょっと最後の締めの時にお手伝いいただきます、はい、ありがとうございます。リエちゃん、そういえばね、はい、ちょっと一言聞きたかったのは、はい、デュエット曲、あ、そうなんですよ、ね、2月17日に2月、じゃあもう発売になってるんだ、はい、発売なりましたね、はい、そうなんです。初のデュエットということで、シャンゴーのタカさんという、あの極真空手家の、はい、もうものすごい方と、すごいすごい、はい、デュエット曲で、タイトルは、飛ばせ昭和のシャボン玉という、あら、なんかレトロっぽいじゃん。そうなんですよ、いいじゃない、なんかタイトルも。そうなんですね、なんか希望と夢を、まあ、シャボン玉に乗せて、遠くまで飛ばせていけたらいいなという思いを込めながら、あら、楽しみ、はい、聞きたい、デュエットとなっております、ね、これ作家先生は実はですね、岡千明先生と、それから荒木豊久先生です。あら、はい、それもまた楽しみ、もう本当に素晴らしい講演をいただきましたね。そうなんですか、はい、またこちらの方もぜひね、はい、皆さん応援してあげてください、はい、よろしくお願いいたします。それではラストに私の明日花を聞いていただきながらお別れになります。お相手は私、大道真子、そして本日のゲストは岩波理恵です。はい、それでは皆さん、次回までごきげんよう。